谷崎潤一郎作春金章前回の続きからです。春松健康の家はうつぼにあって、同州町のモツ屋の店からは十丁ほどの距離であったが、春金は 毎日デッちに手を引かれて稽古に通ったそのでっというのが当時サスケといった少年で後のぬくい健康であり春金との縁がかくして生じたのであるサスケは前に述べたごとく公主日野野さんであって実家はやはり薬屋を営み彼の父も祖父も 見習い時代に大酒に出ておづやに奉公をしたことがあるというおづやは実に佐助にとって類大の主家であった春金より4つ年上で13の時に初めて奉公に上がったのであるから春金が9つの年すなわち湿漏だた年にあたるが彼が来た時はすでに春金の美しい瞳が。 永久に閉ざされた後であったサスケはこのことを春金の瞳の光を一度も見なかったことを後年に至るまで悔いていないかえって幸福であるとしたもし失明以前を知っていたとしたら失明後の顔が不完全なものに見えたろうけれども幸い彼は彼女の要望に何一つ不足なものを感じなかった。 最初から円満具足した顔に見えた。今日大阪の上流の家庭は争って邸宅を郊外に移し霊嬢たちもまたスポーツに親しんで野外の空気や日光に触れるから以前のような深層の歌人式箱入り娘はいなくなってしまったが現在でも市中に住んでいる子供たちは一般に。 体格が戦略で、顔の色なども害して青白い田舎育ちの少年少女とは皮膚のさえ方が違うよく言えば赤抜けがしているが悪くいれば病的であるこれは大阪に限ったことでなく都会の通用性だけれども江戸では女でも朝黒いのを自慢にしたくらいで色の白きは京阪に及ばない。 大阪の旧家に育った盆地などは男でさえ芝居に出てくる若旦那そのままに華奢で骨細なのがあり30歳前後に至って初めて顔が赤く焼けてきて脂肪をたたえ急に体が太り出して紳自然たる貫禄を備えるようになるその時分までは全く不女子も同様に色が白く 衣服の好みも随分入虐なのであるまして旧幕時代の豊かな町人の家に生まれ非衛生的な奥深い部屋に垂れ込めて育った娘たちの透き通るような白さと青さと細さとはどれほどであったか田舎者の佐助少年の目にはそれがいかばかり怪しく縁に映ったかこの時春金の姉が12歳。 すぐ下の妹が6歳で、ぼっとでのサスケには、いずれもひなにはまれな少女に見えた、分けても盲目の春金の不思議な起因に打たれたという。春金の閉じたまぶたが、姉妹たちの開いた瞳より明るくも美しくも思われて、この顔はこれでなければいけないのだ、こうであるのが本来だという感じがした。 4人の姉妹のうちで「春金が最も器量良しという評判が高かったのはたとえそれが事実だとしても幾分か彼女のふぐを哀れみ惜しむ感情が手伝っていたであろうか」「サスケに至ってはそうでなかった」「後日サスケは自分の春金に対する愛が同情や憐憫から生じたというふうに言われることを何よりもいとい」 そんな観察をするものがあると、侵害千番であるとした。わしはお師匠様のお顔を見て、お気の毒とか、おかわいそうとか思ったことは一んもない。お師匠様に比べると、目飽きの方が惨めだぞ。お師匠様が、あのご気性とご器量で、なんで人の憐れみを求められよう。サスケドンは かわいそうじゃとかえってわしをあわれんでくだすったものじゃわしやおまえたちはめはながそろっているだけでほかのことはなにひとつお師匠さまにおよばぬわしたちのほうがかたわではないかと言ったただしそれはのちの話でさすけはさいしょもゆるような崇拝の念を胸の奥そこに秘めながらまめまめしく仕えていたのであろう。 まだ恋愛という自覚はなかったであろうしあっても相手はがんぜない恋さんである上に類代の主家のお嬢様である佐助としてはこのお供の役を仰せかって毎日一緒に道を歩くことのできるのがせめてもの慰めであっただろう一体新参の少年の身をもって大切なお嬢様の手引きを命ぜられたというのは変なようだが。 はじめはサスケに限っていたのではなく女中がついてゆくこともあり他の小僧や若僧が友をすることもありいろいろであったのをある時春金が「サスケ u k 丼にしてほしい」と言ったのでそれからサスケの役に決まったそれは SASUKE が14歳になってからである彼は無情の公演に感激しながら いつも春菌の小さな手のひらを己の手のひらの中に収めて十丁の道のりを春松健康の家に行き稽古の住むのを待って再び連れて戻るのであったが途中春菌はめったに口を聞いたことがなく佐助もお嬢様が話しかけてこない限りは黙々としてただ過ちのないように気を配った春菌は なんで小井さんは「サスケド丼がええおいでしたんか?」と尋ねるものがあった時「誰よりもお人なしゅうていらんことをええへんよって」と答えたのであった元来彼女は愛嬌に富み人当たりがよかったことは前に述べた通りだけれども失明以来気難しく陰鬱になり晴れやかな声を出すことや笑うことが少なく 口が重くなっていたので、サスケが余計なおしゃべりをせず、役目だけを大切に努めて、邪魔にならぬようにしているところが気に入ったのであるかもしれない。サスケは彼女の笑う顔を見るのが嫌であったという、手だし盲人が笑うときは、間が抜けて哀れに見えるサスケの感情では、それが耐えられなかったのであろう。 おしゃべりをしないから邪魔にならぬからというのが果たして春金の真意であったかサスケの昇敬の一年がおぼろげに通じて子供ながらもそれを嬉しく思ったのではなかったか10歳の少女にそういうことはありえないとも考えられるが俊敏で早熟の上に盲目になった結果として第六感の神経が研ぎ澄まされていたことを思うと 必ずしもとっぴな想像であるとは言えない気ぐらいの高い春勤は後に恋愛を意識するようになってからでも容易に胸中を打ち明けず久しい間サスケに許さなかったのであるさればそこに多少の疑問はあるけれどもとにかく初めサスケというものの存在はほとんど春菌の念頭にないかのごとくであった。 少なくともサスケにはそう見えた手引きをするとき s a s は左の手を春金の肩の高さにささげて手のひらを上に向けそれへ彼女の右の手のひらを受けるのであったが春金には s a s というものが一つの手のひらに過ぎないようであったたまたま擁護させるときにも仕草で示したり顔をしかめて見せたり 謎をかけるように独り言を漏らしたりしてどうせよこうせよとはっきり意思を言い表すことはなくそれを気がつかずにいると必ず機嫌が悪いのでサスケは絶えず春菌の顔つきや動作を見落とさぬように緊張していなければならずあたかも注意深さの程度を試されているように感じたもともとわがままなお嬢様育ちのところへ 盲人に特有な意地悪さも加わって片時も佐助に油断するいとを与えなかったある時春松健康の家で稽古の順番が回ってくるのを待っている間にふと俊金の姿が見えなくなったので佐助が驚いてその辺を探すと知らぬ間に川屋に行っているのであったいつも小用に立つ時には 黙って俊敬が出て行くのをそれと察して追いかけながら戸口まで手を引いて連れて行きそこに待っていて上手の水をかけてやるのに今日はサスケがうっかりしていたのでそのまま一人手探りで行ったのである。すまんことでござりました。とサスケは声を震わせながら川屋から出て。 蝶鉢のひしを取ろうと手を伸ばしている少女の前へ駆け寄ってきて言ったが春敬は「もうええ」と言いつつ首を振ったしかしこういう場合「もうええ」と言われても「そうでござりますか」と引き下がっては一層そ後がいけないのである無理にもひしをもぎ取るようにして水をかけてやるのがコツなのである また、ある夏の日の午後に順番を待っている時後ろにかしこまって控えていると「暑い」と独り言を漏らした「暑うござりますなあ」とお会いそう言ってみたが何の返事もせずしばらくするとまた「暑い」という心づいてあり合わせたうちわを 背中の方から仰いでやるとそれで納得したようであったが少しでも仰ぎき方が気が抜けるとすぐ「熱い」を繰り返した春金の強情と気ままとは核のごとくであったけれども特に佐助に対する時がそうなのであっていずれの方向人とも言うわけではなかった元来そういう素質があったところへ サスケが務めて意を迎えるようにしたので彼に対してのみその傾向が極端になっていったのである彼女がサスケを最も便利に思った理由もここにあるのでありサスケもまたそれを苦役と感じずむしろ喜んだのであった彼女の特別な意地悪さを甘えられているようにとり一種の恩寵のごとくに返したのでもあろう 春松健康が弟子に稽古をつける部屋は奥の中2階にあったので佐助は万が回ってくると春金を導いて段橋子を上がり健康と差し向かいの席に座らせてとなり三味線なりをその前に置き一旦控え室へ下がって稽古の終わるのを待ち再び迎えに行くのであるが待っている間も もう住む頃かと余談なく耳を立てていて住んだら呼ばれないうちに直ちに立ってゆくようにしたされば春菌の習っている音が自然と耳につくようになるのも道理であるすけの音楽趣味はかくして養われたのであった後年一流の大家になった人であるから生まれつきの才能もあったろうけれども もし春菌に仕える機会を与えられずまた何かにつけて彼女に同化しようとする熱烈な愛情がなかったならばおそらく佐助は文字やののれんを分けてもらい一回の役主将として平凡に用を終わったであろう。後年盲目となり健康の位を称してからも常に自分の技は遠く春菌に及ばずとなし。 全くお師匠様の啓発によってここまで来たのであると言っていた。春金を9点の高さに持ち上げ100歩も200歩も減り下っていたスケであるからかかる言葉をそのまま受け取るわけにはいかないが技の優劣はとにかくとして春金の方がより天才肌でありスケはごく精霊する努力家であったことだけは。 間違いいがあるまい彼がひそかに一丁の三味線を手に入れようとして主家から救される時々の手当や使い先でもらう祝儀などを貯金し出したのは14歳の暮れであって翌年の夏洋々粗末な稽古三味線を買い求めると番頭に見とがめられぬように竿と胴と,と別々に天井裏の寝部屋へ持ち込み 夜,の夜な芳煌の寝静まえるのを待って一人稽古をしたのであるしかし当初は嘘の行を継ぐ目的ででっち暴行に住み込んだ身の将来これを本職にしようという覚悟も自信もあったのではなかったただ春敬に忠実であるあまり彼女の好むところのものを己も好むようになりそれが講じた結果であり恩曲を持って 彼女の愛を得る手段に供しようなど心すらもなかったことは彼女にさえ極力隠していた一時をもって明らかである。サスケは五六人の手代やレッ致とともに頭が使えるような低い狭い部屋へ寝るので彼らの眠りを妨げぬことを条件として内緒にしておいてくれるように頼んだ。 いくら眠っても寝足りない年頃の奉公人どもは床に入るとたちまちぐっすり寝入ってしまうから苦情を言うものはなかったけれどもサスケは皆が熟睡するのを待って起き上がり布団を出した後の押し入れの中で稽古をしたそれでなくても天井裏は蒸し暑いのに押し入れの中の夏の夜の暑さは格別であったに違いないが こうすると弦の音のほか漏れるのを防ぐことができいびき声や寝言などの外部の音響をも遮断するに都合がよかったもちろんつま引きでバチは使えなかった明かりのない真っ暗なところで手探りで弾くのであるしかしスケはその暗闇を少しも不便に感じなかった盲目の人は常にこういう闇の中にいる 恋さんもまたこの闇の中で三味線を引きなさるのだと思うと自分も同じ暗黒世界に身を置くことがこの上もなく楽しかった後に公然と稽古することを許可されてからもコイさんと同じにしなければ済まないと言って楽器を手にする時は目をつぶるのが癖であったつまり目赤きでありながら 盲目の春勤と同じ苦難をなめようとし盲人の不自由な境界をできるだけ体験しようとして時には盲人を羨むかのごとくであった彼が後年本当の盲人になったのは実に少年時代のそういう心がけが影響しているので思えば偶然でないのである。 いずれの楽器も運音を極めることの難しさは同一であろうか。バイオリンと三味ンとは壺に何の印もなく、かつ、断層の旅ごとに弦の調子を整えてかかる必要があるので、一通り弾けるようになるまでが容易でなく、一人稽古には最も不向きである。いわんや音符のない時代においてを、師匠についてもことは、 3月三味線は3年と普通に言われる。すけはことのような高価な楽器を買う金もなし、第一あんなかさばるものを担ぎ込むわけにいかないので、三味線から始めたのであるか、調子を合わせることは最初からできたという。それは音を聞き分ける生まれつきの感覚が少なくともコンマ以上であったことを示すとともに、イ素、 春勤に随行して、健康の家で待っている間に、いかに注意深く他人の稽古を聞いていたかを称するに足りる。調子の区別も、曲の詞も、音の工程も、節回しも、すべて彼は耳の記憶を頼りにしなければならなかった。それ以外に頼るものは何もなかった。かくして15歳の夏から約半年の間は、 辛い洞窟の名法の外に誰にも知られずに住んだのであったがその年の冬に至って一つの事件が起こったある夜明け方といっても冬の午前4時ごろまだ真っ暗な夜中も同然の時刻にモズヤのご両人すなわち春金の母の茂女がふと川屋に起きてどこからともなく漏れてくる 雪のの曲を聞いたのである「昔は寒迎子といって寒中夜のしらしら明けに風に吹きさらされながら稽古をするという習慣があったけれども道州町は薬屋の多い区域であって堅気な店舗が軒を連ね遊芸の師匠や芸人などの住宅のあるところで生めかしい種類の家は一軒もないのである」。 それに心身と老けた真夜中歓迎子にしても時刻があまり突飛すぎる歓迎子なら一生懸命発音高く弾くであろうにかすかなつま引きで弾いているそのくせ一つところを合点の行くところまで繰り返して練習しているらしく熱心の様が思いやられたおづやのご両人はいぶかしみながらも その時は大して気にも留めず寝てしまったが、その後、二三度も夜中を起いてるごとに耳についたことがあり、そういえば私も聞きました。どこで弾いているのでござりましょう。タヌキの腹包みとも違うようでござります。などというものも出てきて、店員たちの知らぬ間に奥で問題になっていた。 ザスケは夏以来ずっと押し入れの中でしていればよかったのだが誰も気がつかなそうなので大胆になってきたのと何分激しい業務の余暇に睡眠時間を盗んでは稽古するのであるから次第に寝不足がたまってきてゆるいところだとつい居眠りが襲ってくるので秋の不正ごろから夜な夜なそっと物干し台に出て聞いた。 いつも夜の4時過ぎすなわち午後10時には店員たちと共に眠りにつき午前3時ごろに目を覚まして三味線を抱えて物干し台に出るそして冷たい夜季に触れつつ読集を続け東がほのかにしらみ染める黒煙に至って再び寝床に帰るのである春金の母が聞いたのはそれであった 出し佐助が忍び出た物干し台というのは店舗の屋上にあったのであろうから真下に寝ている店員どもよりも中洗剤を隔てた奥の者が渡り廊下の雨戸を開けた時にまずその音を聞きつけたのである奥からの注意で店員どもが取り調べられ結局佐助の処理と分かって一番番頭の前に呼びつけられ 大目玉を食らった上に囲碁は断じてまかりならぬと三味線を没収されたことは当然の成り行きを見たわけであるがこの時意外なところからサスケに救いの手が伸ばされたとにかくどれくらい弾けるものか聞いてみたいという意見が奥から持ち出されたのであるしかもその主唱者は春金であったサスケはこのことが 春季に知れたら、定めし機嫌を損ずるであろう。ただ、与えられた手引きの役をしていればよいのに、別っの文在で生意気なまねをすると、貧殺されるか、嘲笑されるか、どっちみちろくなことはあるまいと、恐れを抱いていただけに、聞いてやろうと言われるとかえって尻込みをした。自分の誠意が天に通じて、 恋さんの心を動かしたのならありがたいけれども多分一条の笑い草にしてやろうという慰み半分のいたずらであるとしか思えなかったそれに人前で聞かせるほどの自信もなかったしかし聞こうと言い出したからはいかに辞退しても許すはずのない春金である上に母親や姉妹たちも好奇心に駆られているのでついに奥の前呼び出され 読集の結果を披露することになったのである彼にとってはまことに晴れの場面であった当時サスケは5つ6つの曲をどうやらこなすまでに仕上げていたので知っているだけを皆やってみようと言われるままに度胸を据えて聖魂限り魂限り弾いた黒髪のような優しいものや 茶音堂のような難局やもとより何の順序もなく聞きかじりで習ったのであるからいろいろなものを不規則に覚えていたのであるおずやの家族はサスケが邪水したように笑い草にするつもりであったかもしれないが断事実の毒稽古にしては勘どころも確かなら節まわしもできていることが分かって聞いた後には みな感心した春勤殿にいわく時に春勤は佐助が死を憐れみんじの熱心に愛でて以降はわらわが教えてとらせんんじよくあらば常にわらわを死とえるみて稽古を励むべしと言い 春金の父安左衛門もついにこれを許しければすけは天にも昇る心地してでっちの業務に服する傍ら日々一定の時間を限り至難を仰ぐこととはなりぬかくて11歳の少女と15歳の少年とは主従の上に今また指定のちぎりを結びたるぞめでたきと気難しあの春金がすけに対して 突然かかる恩情を示したのはなぜであったろうか実は俊金の発意ではなく周囲の者がそうし向けたのであるとも言う思うに盲目の少女は幸福な家庭にあってもややもすれば孤独に陥りやすく憂鬱になりがちであるから親たちはもちろん下々の女中どもまで彼女の取り扱いに困り 何とかして心を慰め気を晴らさせる術もあらばと苦慮していた矢先、たまたまサスケが彼女と趣味を同じをすることを知ったのである大方小井さんのわがままに手を焼いていた奥の方向人たちはサスケにお相手役をなすりつけて少しでも自分たちの荷を軽くしようという考えからなんと佐助殿は既得なものではござりませぬか あれをせっかく小井さんが仕込んでおやりなされましたらどうでござります。定めし本人も妙がにあまり喜ぶことでござりましょうなどと水を向けたのではなかったであろうか。ただし下手におだてるとつむじを曲げる春金であるから必ずしも周囲の仕向けに乗せられたのではないかもしれぬ。さすがに彼女もこの時に至って。 サスケを憎からず思うようになり心の奥底に純粋の湧き譲るものがあったのかもしれぬ何にしても彼女がサスケを弟子に持とうと言い出してくれたのは親兄弟や奉公人どもにとってありがたいことだったいくら天才児だと言っても11歳の女師匠が果たして人を教えることができるかどうかは問うところでないただそういうふうにして 彼女の退屈が紛れてくれれば肌のものが助かるいわば学校ごっこのような遊戯をあてがいサスケにお相手を命じたのであるだからサスケのためよりも春金のために計らったことなのであるが結果から見ればサスケの方がはるかに多く音卓によくした。伝には ッチの業務に服する傍ら日々一定の時間を限りとあるけれども今まででも毎日手引きを務め一日のうちの何時間かは恋さんに伝えていたのであるその上恋さんの部屋へ呼ばれて音楽の授業を受けたとすると店の仕事を顧みる暇はなかったであろう 左衛門は商人に仕立てるつもりで預かった子を娘の森にしてしまっては国元の親たちに住まぬという心遣いもあったらしいがでっち一人の将来よりも春敬の機嫌をとる方が大切であったし佐助自身もそれを望んでいる以上また当分はそうしておいてもと目秘の形になったのであろうと思われる。